と思うけどね、うん、しかし僕はねちょっとねこだわるようですけどね、やっぱりそういうふうにあれだけのね、まあ、その演説をね、はい、なさるようにこう動かされるっていうのはね、例えばほら瀬戸内寂聴さんね、あの方51で、まあ、髪をね下ろされて、まあ、お坊さんになったでしょ。あの時にはね生か死だったって言ってますよね。そのくらいやっぱりあるところを追い込まれて苦しかった、生きるか死ぬかっていうぐらいの時に、まあ、失敬なさったって言ってるんですけど、そういうんじゃないんですか、あの演説に関して。いや、演説じゃない、そのだから入信っていうかな、そういうふうに僕なんかどっちかというと考えちゃう方なんですけどね、そういう追い詰められたところで何かをね人間求めてるからパッとこう開けるとか啓示があるとかね、そういうことじゃないので、そこら辺ちょっとね割と私、はい、女性誌もやってたもんですからねこのプライバシーのとこ入りますけどね。そうですね、はい、特に女性の場合は、やはりプライベートのこととか、そういうことが原因でね、要因で入っていくこと多いですよね、で私自身で言えば、まあ、あまり言いたくないんですけれども、その最初の結婚があって、それから離婚ということがありまして、で再婚ということもありました。でそういったでも直接の原因とはちょっと違うんですけれども、そういうことも非常にやっぱりこう勉強材料って言ったらおかしいんですけども、すごく一つ一つチェックしていくということの、あれではありますけども、反省みたいな、やっぱりそういう身近な人の死ね、っていうのはやっぱり影響しますかね。それはね、月曜日にこの番組出していただいた時もお話したんですけど、どうもその巷で誰が言ってるのか分かんないんだけど、3つぐらい僕がその国の科学に入った理由が挙げられてるらしいんですね、1つがその長女が去年の5月に亡くなった、それが理由なんじゃないか、もう1つは子供の時からなんか超能力とかそういうものがやったら好きでオカルト好きだったのが講じたんじゃないか、それからまあ3番目がですね、僕の今の神さんが、ものすごい熱心な幸福の科学 の、 会員 で、はい、でそれに引っ張られたんじゃないか、はい、で一つ目に関しては月曜日にお話ししましたね、普通、その非常に体に重い障害を持っている子供を持って、でそれと一緒にずっと生活してこなきゃいけないとすれば、その子の死がきっかけで入信したり宗教に走るよりは、その子が生きている時に苦しさを少しでも和らげてくれるために宗教に入る方が普通だと、まあ、思いますね、ですからそれは僕は違うと、それから2番目のオカルト好きっていうのは、これはどっちかっていうと幸福の科学って正直言ってオカルトの部分っていうのは否定してるっていうか、そういう超能力信仰みたいなものは一切ないわけなんですよね、逆にそういったものは別に必然性があってやるもんじゃないし、もし超能力というものがそれは僕あるってことは認めてますけども、あるとしてもその超能力使うとすればね、何のために使うのかってことが非常に大事であるんで、非常に危険ですね。だからスプーン曲げたって結局それって要するにスプーン破壊してるだけなの、僕も結構スプーン曲げやったんだけど、おかげでもってうちのスープのスプーンなくなって困っちゃったんですよ。で戻そうと思うとなかなか戻んないですよね。だからスプーンを曲げることが目的ではなくて、別なことの目的のため、僕よく言ってるのは、そのスプーン曲げられるんだったらね、よくコンビーフこうやって開けてるでしょ、あれ途中でプチって切れちゃうじゃないですか、で切れるとすごい困るの、困る。あの時に超能力でもって、もう一回ピーってくっつけて最初から曲げ開け直せるとね、すごくいいなとか、せめてそのぐらいの役に立つようなことを金属曲げるんだったらできた方がいいだろう、目的であるということですか。3番目のうちの神さんが先に会員になってすごく熱心でっていうふうにおっしゃる方もいるんだけど、これはね、入会願書の用紙をいただいたのは僕と神さんと全く同時なんですよ、今年の2月の初めです、でただ神さんはその友達からの推薦入会っていうんで、すぐ割と早めに入会の、まあ、合格通知が来たので、僕は一応懲り性なもんですから、きちんと論文書いて、でそれの試験を受けて採点されないと嫌だって言って、それ採点していただいたんですね、でこれその時がものすごい増えちゃってて、僕とかみさんがだから合格通知いただいたのが、通知がついたのがね3週間か4週間の差しかないんだけど、2人の会員番号1万番以上離れちゃってるね、という時期だったんですよ、だもんだから結構時間かかっちゃったんですね、それで実際に正会になった時の時差ができてしまったというだけであって、どっちかが先に入会して片方を強引に引っ張ったとかそういうことは全然ないんですよね、ですからこの3つとも一応今ご説明したような理由で全部違います。小川さんとはその入ったその入会ですか、はい、された時っていうのは知らない2月に僕まだ会員になる前にアリーナの講演会の時にばったりご一緒しましたよね、確かね、席 で、 あんまりいないんですよ、ないんですよ芸能人も、あんまり、あ、そうですか、あと腹立つ、じゃあ2人でお話ああいう試験があるから、結構落ちるとなんかこう、本当に試験があるんですか、試験あります、10冊かなんか読んで、まあ、入会試験、入会の目的っていうのと、入会後の抱負、ね、があるんです、それを書くんです、書いたんですか、書きましたよ、もちろん、なんか割といい成績だったって話ちょっと聞いて、あ、それはセミナー
セミナーでしょ、うん、資格セミナー入会のあれは、ね、教えてくれないですね、成績は。ただ合格通知が来るだけで、成績っていうよりも、うん、それはその心の在り方を問われる、うん、それとそのいわゆるこう宗教 の弟子ですよね、仏弟子ですよね、いわゆるその宗教をするものとしての覚悟みたいなもんですから、うん、その心を。でそれはあれですか、お母さんが読むんですか。昔はそうしてらしたんですけども、うん、今はもう会員ものすごく増えちゃいましたから、うん、それができないんで、うん、まあ、講師の資格を持ってらっしゃる、うん、上級の講師の資格を持ってらっしゃる方々がこうチェックして、うん、その資格は、はい、セミナーそれは別なんです、はい、資格のその入会のね、その最初のあれは今影山さんね、こういうふうにお話しいただいたんですけど、もう少し僕ここのところね、さっきの噂を伺っていきたいんで、ちょっと CM を入れさせていただきます。はい、すいません。監督がね、そのメジャーでね、女優さんとしてはね、もう結果が得ていらっしゃるわけだけども、女優さんとしてのね、マイナス点とかそういうのよく言われましたでしょ、はい、今度のことでね、それとの関係はどうですか。いや、私はこのデモに先頭立った時は全くそういうこと考えてなくって、うん、そういうなんて言うんですか、うん、全く一切何も考えないで出ましたからね。とにかくやらなくちゃっていう感じが一番強くて、ええ、でもあそこまで絶叫するっていうパターンは考えてなかったんですね。全然ですよ。だからあれはね、うん、その指導例っていうのをやったっていうでしょ、うん、そうだとすれば、うん、ある種そういうものがこう来てああいう形になったっていう、うん、ですから、こう原則として先ほども言いましたけど、うん、私っていうものがベースがないと絶対にそのベースレベルに合わせてくるわけですから、うん、だけどあれはね、一つだけね、演出的にね、はい、言っちゃ変な失礼だけども、僕はこう思うんですが、雄弁化というのはね、うん、自分が冷静で聞いてるその聴衆を興奮させるものだと思うんですよ、うん、つまり、うん、その喋ってる側が興奮してっていうのは、その同じ仲間だったら分かるよね、僕らもよく、うん、トミちゃんなんかとも喧嘩したりね、うん、ふんよと喧嘩したりとあるけども、うん、だから基本はね、やっぱりジェン本題なんかもいろんな運動やってますよね、うん、非常に魅力的に冷静に喋りますよ。で監修って言うんですか、それをこう興奮させてきますよね、うん、でその方法の僕逆だと思うわけ、うん、ある意味でと、うん、だからそれがもしなされたとしたらば、うん、今はやっぱああいう方法あまりお使いにならない方がいいなと思って、うん、なぜかというとね、僕らが知らないから、そういう存在を知らないから、大間友さん、今の大間友さんを見ててテレビのあれを見ると、うん、あれはドラマっていう作品じゃないわけでしょ。本当のアイデンティティだとすると、この落差の間になんか不気味なものを感じるわけですよ、うん、だそれが誤解されて、あの間だけはなんかトリップしてたとか、うん、悪く言えば悪霊に取りつかれてなったとか、うん、いうふうに考えちゃう人、逆逆全く逆ですよ、それ。だ普通の人間はそっちに考えちゃう場合もあるわけよ。でも山本さん、入信の演技っていう言葉あるじゃない、女優には神が入る、そうそう、神が入る、だから演技じゃないんだ。もうワンパターンの方はね、はい、あれは臭い役者の今度は少し修正した演技だ、ね、まあそれはあくまで演技論で僕が言っちゃうから、だからそれ以外にほら中身のこと知らない、最初の演説と次の演説のちょっと違うパターン、え違う、今度ちょっと抑えた感じでやってるわけ。だって指導例が違うんだもん、最初の演説の時と次の時、だから随分宗教っていうのはね、いろいろその本人の指導例違うんですか。違いますよ、その時の状況で、うん、それだけでおかしいだよ、宗教がさ、いろいろそうやって指導料でその人をA の演技にしたり B の演技にしたりっていうのは、うん、だって僕だってちょっとなんか神々しい世界になりたいと思う、ね、僕だってハードボイルド小説書いてる時の指導例と、うん、例えば遠い意味から帰宅みたいなの書いてる時の指導例と、エッセイとかね、もっと柔らかいもの書いてる時の指導例って全然違う。作家のひらめきとさ、やっぱりやしくも宗教とか、いやいや、神の道とかっていうのはやっぱり内川さんが書いてる時に違う、それは、うん、ある種の狂気になることはありますけれども、うん、でも小川さんのあれはもっとそういうことじゃなくて、うん、ご本人は信念なんでしょうけれども、うん、ただ第三者的に見れば、なんかあるこう痛々しさっていうかな、何にも前提なしにパッと見た時に、そうそう、すいません、加賀さんというか信じてらっしゃるものに対して失礼かもしれないけれども、うん、何か信じてないものの目から見ると、その幸福の科学というそういう宗教団体に有名な小川智子さんとか影山さんがこう利用されてる、だ特に幸福の科学はいろんなマスメディアの使い方が上手なんで、全く同じこと僕も考えた、だからそういうところで乗っかってくると、これが単純にフライデーの被害者の会のために小川さんが絶叫してるっていうなら、もう一つこうシンパシーが違うんだけど、やっぱりこう裏に幸福の科学っていうそのマスメディアの使い方の上手な宗教が小川さんを担ぎ出して、うん、晒し物にしてる、俺たちの小川さんは何するんだみたいな、そういう気持ち、小川さんのファンやなんか絶対そういう方多いと思う、うん、それはね、いい先にそれは
おっしゃることは分かるんですけれども、うん、ある意味では僕とか小川さんを非常に過小評価していらっしゃると思うんですよね、うんうん、つまり例えばその宗教団体に所属しているから、うん、そこの宗教団体から言われたことは何でもやると、うん、損得勘定とかそういうこと関係なし、うんまあ、実際損得勘定なんか考えてませんけどもね、うんうん、で例えば作家として僕が今講談社と一応仕事の上でご縁切らせていただいてますよね、はいうん、それを果たして、うん、そのなんていうのかな誰かに強制されたから、うん、例えば宗教団体 の上の方の人とか、うん、そういう人が切りなさいって言ったからといって、うん、実際問題切れますかそれだけの理由で、うん、自分の内側から出てくるものがなければ、うん、私は信念として、うん、自分の今の生き方の一番正しい方向性としてこれは講談社さんとこの人でご縁切らせてもらうって思わなければ、うん、それは人に命令されてとか、うん、でする判断では決してないと思うんです、ねうん、逆に言えば人に命令されたとしても、うん、そんな勇気はなかなか出てこないと思うんです、うん、もしかするとそれによって僕のこれから先 の将来っていうのは断たれるかもしれない、うん、生活の道は断たれるかもしれない、うん、でそういう意味では勇気ということでお考えいただければ分かると思うんですけれども、うんうん、僕は誰かに強制されてとか人に利用されてとか、うん、そんなことではそんな判断は決してできないし、うん、強制されたぐらいでそんな判断を下すほど まあ、せこい勇気は持ち合わせてないですそれはそのね、小川さんの絶叫を見てねやっぱりなんかついちゃったんじゃないかみたいな言い方ね随分言われてねあってパンってやるとね冷めるんじゃないかなっていうような話もありましたけどそんなことはないですかいやキュータスと絶叫するいやだからそういう感じしたよ最初僕が初めて見た時、うんうんやはり人間というのは、はい、特に映像を通した場合には、うん、どうしてもその姿というものが先入観として先に入ってきますよね、うん、人間の視覚というもので、はい、ですからそのテレビを通じて、うん、今回皆さんがこうご覧になったわけで、はい、言っている内容をまず聞いていただきたいんですね、うん、街頭デモで最初言ったこと、うん、それから横浜アリーナで、まあ、テレビでは全部やってないからあれなんですけども、うん、例えば悪いもの低給料がついている場合、うんっていうのは、うん、ああいうことは言わないですね、うん、なぜかっていうと愛をテーマにしたりとか、うん、法をテーマにしたりとか正義とかそういったテーマを見ていただければ、うん、私が別にそれをねあれはいいことだということは自分ではあれですけれどもその言っている内容でまず判断例えばじゃあ私に狐がついているんだとしたら、うん、狐は愛は解けないですね、うん、狐が言う場合にはよく霊媒師みたいな方が、うん割とそういう狐系統のっていうか動物系統の方が多いと思うんですけども、うん、私は大抵言う内容がですね食べ物のことを言ったりそれから何かをしてほしい全部自分に何かをしてほしいということを言いますよね、うん、拝んでほしい供養してほしい決して愛とかそういうことは言わないですね、うん、だからそれを皆さんが宗教知らない方が判断するんだったらその言っている内容で判断をしていただきたいというのがまあ、私の訴えることとして言えるんだったらそれですね、うん、でも愛っていうのは一言に言われてもすごく漠然としたもので愛というのはだけど皆さんが宗教じゃなくてもいいのよね、皆さんが心の中で知っていることですよね、うんうん、だから私が言ってるのは愛すべてを言ってるわけじゃないですよね、うんうん、愛の優しさとか思いやりとかっていう部分について言ってるわけですよね、うん、だから優しさとか思いやりって日常生活の中にもいっぱいあるのね、そうですよ、でだから特別になんかこう宗教である必要がないって私たちは思うから、うん、そこまで例えばさ小川さんが叫んで訴えてくるものじゃないような気がするの、だけども、うんまあ、その空間という問題がまたあると思うんですよ演説している時は野外ですよね外、うん、それから横浜アリーナではああいった1万何千人が入るという空間この空間に対してのやはり喋り方っていうのはあると思います、うん、それは監督そうじゃないですか、うん、お芝居するときもでもその空間の中での非常に冷静な喋り方ってあります、うん、今おっしゃったと非常に伝え僕分かる今聞いてると小川さんのこう静かに喋ってちょ、すごく分かるわけ、あれさっきのあの演説ちょうどもし喋ってください、その感情を先に見ちゃって中身を一般大衆って忘れちゃうわけね、まあ、信者の人は別だろうけどじゃあ例えばねその空間のデートルと、長嶋茂雄さんっていうのは結構普段ああいう喋り方なさいますでしょ、うん、長嶋さんでもやっぱし現役引退なさる時の、巨人軍は不滅ですって力の入り方ね、あれやっぱし4万5000人の高楽研究所の監修に対しての喋り方だと思うんですよ、で長嶋さんを見てねそれは確かに宗教の場ではなくそれはプロ野球の場であったけども、長嶋さんを見てであれ狐ついてるっていう人はいないと思うのね、それ
島さんと一緒にしない後楽園長島さん力が入っているということに関してそれは言わないと思う力が入っているってことやらこと宗教というものに関連した中での小川友さんの発言の中でああいう喋り方をすると例えばアドルフ・ヒットラーだってさ、うん、もう少し激高してるけどさ、うん、もうちょっとこうスタイルというかちょっと美的な感じもちょっと感じるわけ、うん、いや僕が言いたいのはですから長嶋さんのあの時の喋り方を、うん、あの取り上げて喋り方がすごかったっていうんではなくて、うん、あの巨人軍は永遠に不滅ですって言葉はジーンときたなというふうに僕ら受け取ったわけでしょ、うん、それと同じように小川さんは私が喋ったことを聞いてください絶叫っていう部分だけをでっかい見出しでもってスポーツ新聞の一面に載っけられて、うん、それだけで取り上げられたことで困ったこと言ってた絶叫のが強くて、うん、僕はあれは多分全部聞いてても多分ねあのシークエンスは内容を理解するのは不可解だと思うよ、うん、それからねちょっと、ね、CM ちょっと入れさせていただいてね、うん、ちょっとやっぱりフライデーのことをねもう少し伺いたいことありますので CM ちょっとやります。